今日のポイントは、当年です。なんか久しぶりに来たような気もしますけども、今日はここでちょっと頑張ってみようかなと思います。それで今日は、こちらの、竿なんですけども、先日発売されたばかりの、シマノのアドバンスイカダのニューモデルになります。で、実はこの竿を予備として、買ったわけですけども、どうせなら今までとはちょっと違う調子が欲しいなと思いまして、こちらシマノさんのページの方には、やや強いバットですね、やや強いというふうにあったので、ちょっとそれに惹かれて買ってしまいました。で、実際に強いかどうかは釣ってみなければ分かりませんけども、今まで使っていた、メインで使っていた、こちらの正波光スペシャルで、こちらは割と胴がしなやかな竿です。で、大きい魚がかかるとここの辺からもう綺麗に曲がってきます。で、こちらの方はどうかというと、ちょっと手でこう曲げた感じですと若干スペシャルよりも柔らかいかなって感じするんですけども、これ以上曲げたところがどうなるのかちょっと分かりませんけども、今日はこの竿を使ってみたいと思います。で、この竿をリールシートがですね、CI4 というシマノのオリジナルシートらしいんですけども、非常にこれ手にフィットします。なかなか持った感じはいいですね。で、穂先なんですが、穂先は値段相応かなという感じの穂先です。だいぶ柔らかいは柔らかいですね。ただこちらの、スペシャルの方の穂先に比べるとちょっと張りがない感じがします。で、おそらくこれガイドが、スペシャルの方はワイヤーガイド使ってます。で、こちらは普通の、ミニクローガイドですね。で、どうしてもガイドに重みがこちらの方あるので、その分ちょっと垂れちゃうかなっていう感じはしますけども、やっぱ反発力はこちらの方がありますね。ちょっと実際に使ってみないと何とも言えませんので、今日は、こちらのアドバンスイカダを、使って1日釣りをしてみたいと思います。それでは早速始めます。
We'll be right back.
Thank you.